おはようございます。鈴木和之です。えー、今週の MVS をお送りいたします。本日は十一月二十五日金曜日です。えー、ただいま引けました。日経平均は百円安の二万八千二百八十三円で引け取ります。これは四日ぶりの反落ということになります。あの今週は水曜日に日本が勤労感謝の日で一日祝日お休みでした。そしてアメリカでは 感謝祭まあ、同じ感謝の文字が入る祝日ですがイメージちょっと違いますアメリカ感謝祭で木曜日がお休みでしたそして金曜日は立ち会い時間が短縮される取引となりますそしてこの後控えておりますアメリカの金曜日はかの有名なブラックフライデークリスマス商戦が始まるというどれぐらい小売売上が伸びるのかというものが非常に注目されているという1週間でした そのような週の半ばにお休みが入るということもありましてなかなか商いが盛り上がらずに日経平均は依然として週の前半は小幅の値動きを続けておりました月曜日は11月21日月曜日日経均終わり値でプラス45円これで先週から5日間連続で終わり値ベースで見ると上下の値幅が100円に満たないという狭いレンジの動きにとどまりました。 その前の週にアメリカの10月分の消費者物価指数が発表になりましてこれが予想を下回る動きでニューヨーク市場、大きく上昇してでそこから小さい動きが日経平均の場合始まってしまったのですがさらには11月の頭に FOMC が開催されて続く12月の FOMC 会合ではいよいよ利上げ幅のペースダウンというものが議論されるだろうという動きになっています。 実際に今週発表になりましたその十一月 FMC の議事録議事用紙には出席者の大部分が大多数がそのようなこと十二月以降の決定会合では FMC 会合では利上げ幅の縮小を検討するということです利上げを止めるのではなくて利上げのペースダウンを議論するということですからこのあたり微妙なニュアンスでありますがこれを受けて マーケットは次第にしっかりした動きを取り戻しつつあります日経平均の値動きは非常に小さいのですが、まあ、今週最大の動きとしてはトピックスですトピックスが木曜日にこれが大きく上昇しまして2000ポイントの大台を回復しました今年の1月以来の高値となっておりまして8月の水準を超えてきています日経平均が8月の半ば 8月17日につけた高値を抜こうとすると 29, 2万9222円まで上がらないとだめです、あと1000円近く上昇しないと日経平均は8月の高値を抜けないのですが、まあ、それをトピックスがいち早く抜いてきたということです。ですすからよよく言われますような NT 倍率 えー、に日経平均とトピックスの割合ですね、えー、分母がトピックス分子に日経平均を置いたこの倍率を測るんですけど8月の半ばにはこの NT 倍率がどんどん上昇した要は日経平均だけが上がったという状況でした、まあ、ところが今は日経平均が上がらずにトピックスがどんどん上がる現に今週はファーストリテイリングとか、まあ、ソフトバンクグループという銘柄は日経平均を引っ張りやすい銘柄はほとんど動きがなかったのですが、まあ、しかしそれでもマーケット全体が かさ上げするような動きに向かっております外国人投資家が次第に日本株を買いで入ってきているという動きが時々市場の中から漏れ伝え聞こえるようになってまいりましたそのような形で週末にかけて若干難聴でしたが休みを挟んで水曜日が祝日でしたが火曜日日経平均170円高かで木曜日は267円高。 祝日を挟んで2日合計で400円以上大きく上昇するというまそれなりに堅調な動きでありました銘柄 <music> の動きを追いかけていきたいと思いますまずトップバッターこちら個別の銘柄では第1番目にリソナホールディングスです あの銀行株が週を通じてしっかりした動きになりました先週のこの MVS では三井住友フィナンシャルグループをご紹介しましたがその三井住友も今週はさらに一段と上値を駆け上がる展開になっています。 2週続けて同じ銘柄を持ってくるのもちょっとなんだなと思いまして、えー、あえてリソナホールディングスを持ってもらいましたもちろん三菱 UFJ フィナンシャルグループでもみずほフィナンシャルグループでももちろん良いわけなんですが、まあ、株価の上昇の、まあ、勢いという点では1に三井住友2にこのリソナという動きになっているように見えます。 でさらにもっと言えば銀行株に関しては地銀株が軒並み高値を更新するという動きになりました地銀の大所では福岡フィナンシャルグループそれから芽吹フィナンシャルグループ、まあ、これは常用銀行と足利銀行ですね。 それから七十七銀行まあこれはあの宮城県仙台の七十それから長野県の八十二銀行それから山口フィナンシャルグループまあいずれも年収やお金を更新するというしっかりした動きになっていますえまあバリュー株が幅広く物色されるというのがまあ今週一週間を通じた動きでありましたがこの三井住友にしてもリスナーホールディングにしても先日発表した第二四半期の決算が非常に好調でアメリカの金利上昇があれば 利罪、まあ、が改善する、まあ、一方で保有している、まあ、外国債権 例えばアメリカの国債ですが外国債券に含みゾーンが発生してしまうという金利上昇の心配事はあったんですがどうやらそのあたりも、ま、それほどでもない、ま、なんとか業務純益が伸びている間はそれでカバーできるという見方が次第に広まるようになりまして一つ、また二つと地銀株の中から高値を更新する銘柄が現れるようになってきております。まず一つバリリュー株株がが幅広く買われた代表格が銀行でである中も プロデスがしっかりしていたという動きです。それから2番目の銘柄がこれはハブです。銘柄コード3030 30ですね木曜日大幅高で、金曜日も12%株価が上昇してえ816円まで上昇してきています。もうご存知のようにイギリス風のパブを展開する。う、ま、ー、あ、ビアバーですね。もう。 もうこの銘柄はもうあえて詳しくご説明することもないかもしれませんが、えー、今回の FIFA2022 ワールドカップうカタール大会におきまして、えー、日本代表のお驚くべき大躍進なんていうのも失礼なのかもしれませんが、えー、あの強敵ドイツを 下すという1リーグの初戦の大きな喜ばしいニュースが飛び込んでまいりました、まあそれによりまして1リーグ突破、まあ、ベスト16はもう堅いのではないかという,でこ,うこういうスポーツ業界のサッカー業界のイベントで盛り上がりますと3年前2019年のあの日本開催のラグビーワールドカップの時がそうでしたがこのハブに代表されるようなスポーツバー 大きなテレビ画面で、まあ、仲間と一緒にビールで乾杯しながらあー日本代表チームを応援するという動きがまた盛り上がってくるというふうに期待されます。 折しもおまあ行動規制が緩和されてコロナウイルスの感染拡大第8波がすぐそこまで迫っていると言われますがやはりこの日本代表の輝かしい躍進というものをこのビールを飲みながら応援したいという動きが相当強まっているようでありますあのこのハブだけでなくてえーまあこのワールドカップ関連メーカーとしてはスポーツ用品のミズノあるいはゼビ,ゼビオスポーツ用品を販売する方ですねゼビオホールディングス。 まあこのあたりの動きが、早くも活発化しているというところであります。それから、三番目の銘柄は、これ、日本夜金工業ですね。五四八零。こちらは、第二四半期の決算がもともと好調でした。第二四半期の営業利益が九割増益。ニッケル価格が上昇して、ステンレスの価格も大幅に上昇している。 でステンレスはこれは、まあ、厨房機材でも使われます自動車でも使われますでも一番使われるのが最近では半導体製造装置の工程で使われるということになりましてそのあたりが相当伸びているで通期の業績を情報修正通期営業歴200億円を270億円に引き上げました93%増益これは週末にまた高値を更新する決算発表から株価は高止まりしていましたがこれもじわじわマーケットの地合いが温まってきたことによりましてさらにじわ じわっと高値を更新する動きが見られましたこれは、市況関連株素材セクターですね、えー、バリュー株、それから材料株、ハそしてこの市況関連株非常にいい幅広い切り口から物色動向が広がっています。 そしてもう一つ、これはオンワードです、オンワードホールディングス、経済再開でこれは4年ぶりに黒字を計上するというのが2月決算の会社ですが、3、8月期、上期の決算で黒字転換を果たしたというところであります。インバウンド消費が外国人の日本を訪れる外国人の観光客の皆さん、日に日に大勢の方を見かけるようになりました、そういう方がやっぱりデパートに行き、あるいは外食ビジネスでお金を使ってくれて、日本の消費が盛り上がる。 デパートが潤えば、まあ、そこにテナントを出しています。オンワードホールディングス、オンワード鹿島ですね、かの。まあ、ここも潤ってくるということで、えー、金曜日もしっかりした動きになりました。年収割高値を更新です。それから、え五、ー、番目の銘柄がこちらが高取です。これはスタンダード市場です。あの、四月の東証市場区分変更。えー、まあ、四つあった、マーケット、を三つに再編しました。えー、プライム。 スタンダードグロース、グロースはかつてのマザーズ市場ですが。こスタンダードが、えー、まあ、先週、今週、非常に活況を呈しております。スタンダード市場というのは、かつての東証二部、プラスジャスダックですが。まあ、そこに上場している企業というのは。 中小企業的なあれ中堅企業的な製造業が非常に多い今回、その製造業が特に半導体および自動車向けにかなり潤っていると勢いが出てきているというところが評価の対象になっているようです。高ははこれは半導体を 細かく刻んでいくワイヤー層というのこぎりです、ね、切断装置、これが半導体向けに好調であるということが伝えられまして車載向けに伸びている中でもパワー半導体です。最近よく聞きますパワー半導体 これで高取は木曜日と金曜日連続してストップ高を記録するという大変華々しい動きになってきます業績好調からここまで変われているこれ9月決算ですが今期2023年9月期も当期純利益で16億円前年比6割近い増益が見込まれているという銘柄であります まあ最後の銘柄ですがこちらはアドバンテストですそんなに下がっていません下がっていませんが半導体関連株は今週も引き続き高値圏でしっかりする動きになりました、まあ、通常、日経平均が動くときは半導体株を中心とする値傘のエレクトロニクス株が大幅高をすると日経平均動きやすいのですが今、半導体株は高止まりしていてなかなか下がらない上にもいかない横ばいの状況が続いているという状況ですしっかりしています。で週末金曜日ははアドバンテストは90円高 高値圏で持ち合いを続けているという状況です日経平均が出遅れているトピックスが今じわじわ上昇して今年の1月以来の高値に突き進んだそして来週いよいよ11月の最終週を迎えるということになります日本では高工業生産指数の発表があり そして月が変わればアメリカでまあ雇用統計が発表され12月の半ばには日銀単価が新たに発表されるといういよいよ年も大詰めが近づいてまいりましたそういう堅調な一週間でございました以上今週の MVS をお送りいたしましたご清聴ありがとうございました